昔昔、あるウサギが走りが速いことで有名でした。彼は自慢屋で、誰よりも速く走れると言っていました。ある日、彼は亀に出会いました。亀はゆっくりと歩いていました。こんにちは、ウサギさん、お元気ですか？ああ、亀か。君のような遅い動物に会ってつまらないね。でも、私、走ることはできますよ。本当に？ウサギは亀を侮辱しましたが、亀はそれに腹を立てませんでした。代わりに彼はウサギに挑戦状を出しました。ウサギさん、私たちレースをしませんか？ああ、面白そうだ。君がどこまで走れるのか楽しみにしてるよ。そしてレース当日、ウサギとカメはスタートラインに立ちました。ウサインボルトはカメの代わりに走ることになっていました。スタートの合図とともに、ウサギは猛スピードで走り出しました。カメはコツコツと歩き始めましたが、ウサインボルトの出番はまだありませんでした。さて、私はやはり速い。このまま走り続けて勝つことができる。ところが、途中でウサギは疲れて休むことにしました。そして眠ってしまいました。もうちょっと休んでからゆっくり走るか。一方、カメは着実に進み、ウサインボルトもカメの背中に乗っています。楽しいレースですね。私たちあと少しでゴールです。本当に素晴らしい走りですね。あなたと一緒に走れてとても光栄です。ウサインボルトとカメは最後の障害物をクリアしてゴールに向かいました。そして誰が勝ったかといえば、ゴールしました。私勝ちました。カメが勝者となったのです。ウサギはまだ眠っており、レースに勝つことはできませんでした。あれ、もうゴールしている。いやいや、まだ間に合うはずだ。しかしウサギはもう遅かったのです。カメが勝者となり、ウサインボルトもカメの背中から降りて彼女を祝福しました。本当に素晴らしい走りを見せてくれました。あなたこそが真の勝者です。ありがとうございます、ウサインボルトさん。あなたと一緒に走ることができてとても嬉しかったです。カメは勝ったことで誇りに思いました。そしてウサギは負けたことで自分勝手な態度を反省することになったのでした。おしまい。